クスティンをするとヒャッピヒャッピヒャッピッと脇の下が喜んでしまうのです。ヒャッと素肌が喜ぶ香りよ。バンシクスティーン、ボディフレッシュもよろしく。これからバンシックスティンを体験するのだ。ではヒャッピヒャッピヒャッピッ、脇の下ヒャッピッ、ヒャッと素肌が喜ぶ香りよ。バンシクスティーン。のスマイルでしたけども、この歌はそうよ、あのビクタースタジオでプロモーションビデオ撮ったりとか、あと原宿に行って撮ったんですけども、得意の原宿です、そこでね、アサヤンさんにジーパンを買っていただきまして、すごくねそのジーパン未だにもちょっと思い出深いなとか思うんですけども、あとはね、そうね、そうバン16のキャピアピンのコマーシャルだね、あれにも、イメージソングにもなったりとかして、あと、
そうそう、これでねヘアメイクの足立さん、知恵丸先生がいるんですけど、初めてそのプロモーションビデオなんで撮影には来てくれたりなんかして、そうね、もう1年も経っちゃったのねとか言いながら今一緒に見てたんですけども、早いですね。はい、そんな感じでまた次どうぞ。バカだった。キャッピー。おう。キャッピー。ほ。サークル系のおにぎりは？とってもコンビニエンステイスト。お魚くんとたまごちゃんが結婚したら美味しい爆弾になりました。ポカなんとか考えながらサークル系のおでんです。とってもコンビニエンステイスト。温度でしたけども爆笑のうちに私も見てしまったんですけども、初めて私も実は見たんですね。それで1億のスマイルの最初って後ろの方にあの桜吹雪があったでしょ。それであのノリピーちゃん本の祭り祭り祭りって感じで出てきてね、いやまるで花王名人劇場の世界だなとか言ってみんなでもう爆笑しながら見てたんですけども、あなたはどうでしたか？笑いましたか？これまたね、ノリピーちゃん温度ってすごく夏、温度ナリピー温度カーニバルとかでねいろんなところでやりまして、キューちゃん温度を追い越せ追い抜けって感じでね頑張ってるんですけども今年の夏も、よければ皆さんぜひ踊ってみてください。ここがノリピーハウスです。せーの、バンザーイ。悲
とすごい雨になっちゃいましたね。ほらほら、昨日はよく眠れました。ちょっと下通りますよ、あんまりよく眠れなかった。緊張してなんか、静かで通してこれから 3400m 登るんですけどね、はい、大丈夫ですか、最初の。そうですね、なんかちょっとクラッチしてますけど頑張ろうかなって。ところで今回の の8号目に、のりぴーちゃんハウスを出しまして、あの日8月2日かな12日かどっちかに登山して台風8号の来る中、私たちは、登ったんですけども、すごくね皆さんいっぱい登ってくれて本当にありがとうございましたって感じなんですけども、それでね、今年の夏もまたのりぴーちゃんハウスを出そうって感じで、1989年の夏ものりぴーちゃんハウスが建ちます。はい、それからですね、ハッピーアゲインの歌もですねすごく自分自身振り付けなんかも頑張って歌っちゃってね、すごくなんか思い出深いというか、あとベスト10に入ってベスト10イン鹿児島に行ってそこでね白熊こんな大きなかき氷を食べながらねそこの場所に行ったのも覚えてるしすごく懐かしいなと思います。では次、今のところは一歩を突っ込む
このグライダー編は私は実は乗ってないんですね。やっぱり怖かったんですよ。それで、ピャーってね、本当は飛ぶ、普通の飛ぶ飛行機にくっつけて、で飛んでしばらく行ったらパッて離しちゃうんですね。だから風の力だけで、自分の力だけであれ飛ぶんですよ。だもんでディレクターさんの木村さんが一人乗りまして、みんなでもうこれで最後の出会い、会うのかもしれないとか言ってバイバイとか言いながらね、みんなで優雅に見てたんですけども、とっても怖かったんですよ。それで、どんなことやってたっけ。それとですね、タコを飛ばしたんですね。で、あのタコがね、日本のから持ってきたタコがなかなか飛ばなくて、でもね、タコ屋さんのお兄さんがですね、一生懸命飛ばしてくれて、あれこそ本気を出してたねみたいなね感じでね、頑張ってくれたんですけども。では次の VTR。 Happy birthday.Happy birthday, happy birthday to you, to you.バ
国のバースデーでは、初めてね髪の毛がポニーテールになってたりなんかして、今年のお正月ですからね、89年のですからもう髪の毛もすごい伸びてて、であの時に子供がいっぱい出たでしょ、すっごい可愛くって、あのねアレックスくんち男の子は一人いるんです、アックって一人ノリの違う子がいたでしょ、これはノリちゃんとなってたっけな、いつもすっごい可愛くてね、なんかいつもねパッて見たらアレックスくんがいないのね、したらテーブルの下に落ちててね、落ちちゃったとか言ってね、謝ってくるのあっくんとか言うからね、あのほら光源氏であっくんって言うじゃない、だからあつひろくんとかね、そういう名前なのかなと思ったらね、アレックスくんとかいう名前でね、すごいなんか、ナブな名前でね、それでなんていうのかな、あのそのうちにプールがあったんですね、したらねなんかあっくんちじゃないんですけど、そこはしたらね、あっくんちにもねプールあるんだよとか言ってね、一生懸命自慢したくてこんななってたんですけどね、すっごい可愛い子だったんですけども、おときにゃくにゃバースデーを楽しいうちに、撮りました。午前8時の涼しい香りも、午後0時の涼しい香りも、午後3時の涼しい香りもバンシックスティンの香りだよ。フレッシュフローラル新発売、汗を抑えるバンシックスティン、ヒヤッと素肌が喜ぶ香りよ。スポーツアートのシャワー代わりにボディフレッシュもよろしく。
長い間どうもお付き合いありがとうございました。これで今までの曲のプロモーションビデオは終わりだじょ。ですね、今まで本当いっぱいねプロモーションビデオ作っていただいちゃって、私もね本当幸せな女の子だなってつくづく思うんですけども、今回のもね、さよならを過ぎて、この歌のも撮りましたんでね、あとこれがそうもですね、ひまわり畑の中で、足を草でピシピシにしながら頑張って撮ったんで、ぜひ見ていただきたいなって思います。本当ね、これも皆さんがいつも応援してくれているおかげだと思います。本当にみんなどうもありがとう。では、また、の機会見てくださいね。バイバイ。私でかしたなこれ。See you.
して